いつも本当にありがとうナイスパス、えー、リキー選手の試合で畠山さんの解説はどうでしたかあああのすげえテンション上がってたね俺めっちゃ良かったと思うけど俺は自分としては気のいいあんちゃんが隣でテンション上がってる感じで1.5倍くらい楽しく見れたんですか俺めちゃめちゃああいうのいいと思う結局ねもちろんしっかり伝える人もいないといけないけれどもテンションを上げてくれるっていう解説もありがとう俺は思うのよ めちゃくちゃ良かったと思う。しかもなんかああいう感じの解説なかなか聞かないじゃん。みんななんかちょっと冷静に、その実況がわー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 言ってるだけで。でも実況のわーわーっていうのはやっぱり説明しないといけないから、本当の興奮テンションじゃないじゃん。うん。俺めちゃめちゃあの、畠山さんのあれはよ、良かったと思うよ。ああいう人隣にいたら、めっちゃ面白いよ。一緒にあの、ボクシング見てて。